番手とか、クリスタル番手はツヤ出しなんですけど、マット番手というのはツヤ消しです。その違いだけです。じゃあこういう風にこう表現して引き込めて人ってどうだろうと思いながら、そういう表現の仕方で取り込めました。希望とかこう興奮があれば恨みとか波もあるし、こう架け橋の役割となるこうなります。私はそう思っています。そうですね、私もそう感じています。そうでしょう、そうですね、実際の道もいろんな道があるし、一つではなくて高速道路でも分かれている道が多いし、そういうようにやっぱり人生っていうのは一つの道ではなくて、言い換えると人生には答えがないという形になります。作ってる工房で単身赴任するために